こんにちは、ルーズボール大学バイブス学科のゆうとです。今日は、青森県八戸市にある沼館緑地公園に、はい、来てます。こうやって、コートが一応ハーフコート、いや、笑いハーフコート2面あって、で、一応ね、オールとしても使えるみたいな感じの、あの、設置の仕方になってます。で、朝から結構こうやって多くの、まあ、フィリピンの方みんなで来て、オールコートのゲームをね、バチバチやってたんで、すごくいい場所だなと思いました。はい、で、下はアスファルトですね。アスファルトにやっぱ塗装されてるような感じで、結構滑りますね。滑るっていう感じで、でもまあ、しっかりボードがあって、大きいボードがついてて、すごくね、いい公園だなと思います。はい、で、なんかこの塗装の感じとか、周りの工業地帯の感じとかもね、なんか合わさってね、すごい本当に海外の方がね、好きそうなね、コートだなってね、めちゃくちゃ思いました。はい、ここでね、僕もね、今からピックアップ混ざっていきたいと思うので楽しみですはい、今回は、青森八戸市にある沼館緑地公園の紹介でした。今ね、先ほどの、沼館緑地公園で、フィリピンの方たちとね、ピックアップゲームやってきました。はい、やっぱりね、フィリピンはバスケットがね、国技だから、みんなね、やっぱバスケが好きでね、あの、もう帰るよみたいに言ってたんですけど、ワンゲームやろうみたいな感じで言ったら、じゃあ最後だよみたいな感じでね、あの、ワンゲームやってくれました。みんな、フィリピンの方たちとかね、とか、外国の方とかで、ストリートでこう集まってる人たちと一緒にプレイすると、なんかやっぱりみんなすげえバスケ好きだなっていうのを感じるし、フィリピンのこと詳しくないからわかんないけど、あの、部活でやってきたとかじゃなくても、もうバスケが好きで、まあ、NBA のユニとか来て、もう意味不明なシュートホームだけど、めっちゃ入るとか。すげえ体強いとかね、なんかほんとみんなバスケがただ好きでみんなでやってるみたいな感じがすごいね、あの、あるんですよ、いろんなコートでね。だからなんか日本の人たちにもなんかそのぐらいなんか始めるハードルをね、下げてあげたいというか、誰でも別に入っていいし、下手くそでも好きな服着て好きなバスケをね、全力で楽しめたらね、一番いいのかなって思うし、俺も実際大学からだけど、こういう風にめっちゃハマって、今バスケに人生幸せにしてもらってるから、そういう風にね、やっぱり、バスケが好きな人たちとやると、そういう風になんか、もっとね、バスケやって楽しいって思える人が増えたらいいなと、すごく感じました。はい。あとね、沼館緑地公園のバスケットコートなんですけど、一応無料で開放されてるところで、隣にね、フットサルっていうか、サッカーのコートがあるんですけども、なんか、そこの管理事務所の方からね、本当に、バスケットコートを利用する人たちの、マナーが悪いというふうにね、すごく怒っていらっしゃって、トイレの備品を盗んだりだとか、トイレとかをなんか壊したりだとか、あとはなんか水道をね出しっぱなしにするいたずらとかをね、なんかもうすごく頻繁にねされるみたいなことを、言ってたんで、沼館緑地公園の利用してる方っていうよりかは、本当にもうストリートでねやってる皆さんっていうか、自分のね使ってるコートとかやっぱり大事にしてほしいですし、ぜひね、ストリートコート使う方とかね、そうやってなんか、お互いがね、良くない関係になったら、コートとかもまあ、増やすのも難しくなってくるし、周りの人たちにね、受け入れてもらえなかったら、利用時間がね、やっぱ制限されちゃったりとか、なんかそういうのにも繋がってくるし、普通にコート閉鎖とかにもね、なっちゃって、なんかストリートからしたら、何の、メリットもないというか、はい。なので、ストリートでね、バスケしてる方たちね、多分みんなね、
コートをね愛してるしバスケを愛してると思うから多分大丈夫だと思うんですけど、コートの周りのゴミとかね、よく問題になってると思うので、そういうとことかねマナーとかしっかり守って、でまあ周りの人とコミュニケーションを取って、子供とかいたりとかしてもねしっかりコミュニケーションを取って、コートをね使うようにしていってほしいなと思いました。青森県奥入瀬町にある海浜公園に来てます。はい、もう海のねすぐ真横で結構風とかもねあったりするんですけど、このぐらい、広いアスファルトの結構ボコボコザラザラしたねアスファルトのコートが2面あります。でね、地元のあのストリートボーラーのあの ET さんに聞いたんですけど、こっちのリングが若干高くてあっちのリングが若干低いっていうようなね感じで、結構多分ゲームとかやるときとかはこっちの方をね使うのかなと思うんですけど、まあリングもしっかりついてて、あのボードもね大きいやつがついてて、であの砂浜がねすぐ近くにあるのでボールがどっかに行くこともねないっていう感じでね、今日あの一緒にプレイしたんですけど結構やりやすいコートでした。ずるずる滑ることはないのかなと思います。はい、で結構ね定期的にあのサムシティ青森の方がここでピックアップ開催したりとかしてるみたいなので、はい、あの結構ここは盛り上がってるコートなのかなと思います。はい、でね今日はサムシティ青森の、ダンプさんとあと ET さんとねあのバスケさせてもらったんで、そちらの動画もぜひよろしくお願いします。はい、今回青森県奥入瀬町にある海浜公園の紹介でした。青森県八戸市にある道の駅南郷っていうね道の駅の敷地内にあるストリートコートの方に来ました。はい、まあこんな感じで、まあ今ちょっと雨で濡れててあれなんですけど、下は一応コンクリートかなにちょっとあの塗装されてるような、感じで、でリングが1基ハーフコートだけあるっていう感じで、線もちゃんと引かれてますの9コートの線ですね。9コートの線が引かれてて、でボードはちょっとちっちゃめでしっかり線も引いてあるんで、あの全然ね問題なく使えるかなっていう感じです。はい、で一応ねあのここを使う際にはあの向かいにある屋内のあの温水プールの管理事務所に一応あの参加の人数をあの伝えるみたいないうなんかルールがあるみたいなので、そういうルールをねちょ守ってまあ使っていただければいいかなと思います。はい、他にもね多分ここあの結構広い場所なので、他にも例えばバドミントンとかなんか子供とか遊んだりとかする場所だと思うので、そういうところに気をつけながらね使ってほしいと思います。はい、今回ね青森県八戸市にある道の駅南郷の、ストリートコートでした。Thank you.